こんにちは、こんばんは、おはようございます、うちの部屋へようこそという感じで、三部作の第2弾、自分軸とは内面に向き合うことですという形ですね。最近さ、スピリチュアル YouTuber さんで自分軸っていう人が多分いるんだね、有名な人で、だからなんか自分軸ってコメントがあったりとかするんだけど、自分軸って言ってる人がいるから、自分軸って言ってる人は自分軸じゃないっていうの分かる分かる。あの、他人軸、あなたは他人軸で生きてるから自分軸で生きなさいって言われて、はいって言われて、自分軸で生きれるようになりますとかってどっかにコメントとかしたりとかしてるのって自分軸じゃないって分かるじゃあ自分軸ってどういうことってなってくるよね。他人軸ってどういうことってなってくるよね。自分軸、他人軸、他人軸っていうのは有名なスピリチュアル YouTuber さんが何々だから私も何々ね。で、言う、例えば女子高生だとさ、尊敬する先輩が何々って言ったから何々とかさ、あと尊敬、あのテレビで出てる芸能人が何々って言ったから何々っていうのが他人軸なのね。うん。じゃあ自分軸っていうのはどうさってなった時に、自分軸っていうのは内面と、自分の内面としっかり向き合ってないと自分軸になんかならないな。わかる？自分の内面としっかりと向き合って初めて自分軸になるんだよ。自分軸って言ってても、自分が今何を感じてるのかとか、頭で考えてることと、ハートで感じていることと、腹渡で思ってることが全然違う。お腹って感情が入ってるのね。ハートは愛で、脳みそが頭なんだけど、それが全然ちぐはぐな人が自分軸って言っても自分軸にはならない。じゃあそういう人がどうしたらいいのかっていうのと、自分の中の内面に向き合って、内面に向き合って常に自己一致してる状態にしてください。自己一致っていうのはまた心理学用語になって、これはロジャースが言ってる言葉なんですけれども、常に自分が周りの人との会話とか体験のうちに、その会話の中で自分が何を感じているのかっていうのをちゃんと自分で理解するようにしてくださいっていうこと。言ってみわかるかな？会話の中で流されたりするし、あの、相手の言ってることを受け入れたり、肯定したり否定したりするでしょで、その中で必ず相手の話を聞きながら、ただそうだねとか、それは違うんじゃないとか言うだけじゃなくて、その話を聞いて自分は何を感じているのかっていうのをきちんと感じ分けなさいっていうことなんです。さらに、常に頭で考えていることと、ハートで思っていることと、お腹が感じていること、それも常に自分で分かってくださいということ。頭だけしか働いてない人もいれば、ハートだけで感情の赴くままに、なんかわけわかんなくなっちゃってる人もいるし、あの、お腹の、あの、もう本当に、もう、は、あの、お腹の劇場に任せてわけわかんなくなっちゃって。例えば、この例は、うちの講座の中でよく使うんですけれども、あの、昔昭和の時代漫画でオバタリアンっていたじゃない？知ってる？オバタリアン。っていうのは、このお腹の感情のままに自分が思ってるからその通りに行動して何が悪いんだっていうようなのがオバタリアンっていう漫画であったとさ。まあ、現代風で言うと、
あの、自転車って改造しちゃいけないのに、改造自転車に乗って、さらに歩道を、あの、自転車乗って走って、普通歩道は自転車を歩行者優先なのに、で、歩行者に向かってチャリンチャリン鳴らしながら、もっと端っこ歩きなさいよとかっていうような人っていうのが、この、あれだよね、お腹を、だけで生きてる人だし、ハートだけの人はなんかぐちゃぐちゃぐちょぐちょぎちゃぎちゃになっちゃって、人がなんか言っても、それをなんて言ってるかを理解しないで、それを自分の感情がどう受け止めたかだけで感じてるから、こちらの話が終わった後に、相手の受け止め方が全然言ってることを理解してないよねっていう話になっちゃうの。それと逆に頭だけで理解する人もなんかもう頭だけで考えちゃってるからハートもついてこないし感情もついてこないから頭だけで物を言う人っていうのはやっぱりちょっとあれだよね、ギスギスしちゃったりするじゃない。なので常に人と一緒にいる時とか人と会話をしてる時とか頭ではこう考えてるな、ハートはこう感じてるな、感情はどう思ってるな、あの情念情動っていうのはお腹にあるからね、でハート愛とか感覚とかっていうのがハートにあってさ、周波数が違うからさ、そういうのを常に感じ分けられるようになるとだいぶ違う、だいぶ違う。だから自分軸自分軸って言っても内面に向き合わないとダメじゃん。あの人間関係でなんか問題抱えていたりとか、職場の人となんかうまくいかない、職場の人とうまくいかないんだけどなんか自分軸で生きるようにしたいとかって言ってもさ、え、何が自分軸だか分かってるみたいなあの職場の人に何か言われても職場の人との飲み会に行くのが嫌だから飲み会に行かなくなるのが自分軸ではないんだよないんだよ。もし職場の人もうあのコロナだから飲み会に誘われないけどさ、職場の人に飲み会に誘われて行ったとしても、その中で自分が常にどう感じて何を考えて何を感じているのかっていうのが自分軸なんだよ。で最終的な判断は自分でするっていうのが自分軸なんだよね。なのに、うん、本当あのうちのライブのコメントもそうだし、生徒さんにもたまにいるんだけど、今自分が何を感じているのかっていうのが分かってない。分かってない。なんか浮ついちゃってる。表面的なところで浮ついちゃってる。なんかこう言われたらこういうのが当たり前みたいな感じで、言葉も会話も反射神経でしている。だから話の途中で意味のない笑いが出たりとか、え？みたいな、今それ笑うところじゃないよねっていう形で笑っちゃったりとか、電話がかかってくると普段こういう声で喋ってるのに、はい、もしもし、何々でございますとかって言っちゃったり、それ自分軸じゃないじゃんみたいな。周りの人がこうするからこうするんだとか、こうするときはこうなる入力が、だからさ、なんていうのかな、入力が、刺激があって、刺激を入力だとすると、その入力を自分で感じ取った後にそれに対するアウトプットをしていくんだったら常に自分軸でいられるようになるんだけども、入力に対して反射神経で普通の人ならこうするよねっていう返事しかしないかったり反応しかしない人っていうのは多々あります。多々あります。例えばうちの講座の中でも、何々さん何々だよって言うと、他の女子たちがそんなことないよ、何々ちゃん大丈夫よとかって言い出すんだけども、それって多分女性の集団の中で
誰かが何か言われたら、はがめすのが当たり前だっていう形になってるからそうなるんだけど、私は別に、けなしたくてその人をけなしてるわけじゃなくて、そこが問題ですよって言ってるのに、周りの人が、そんなことないわよって言っちゃったらダメなわけよ。そうそう。で、あのさ、それとかさ、例えばさ、女子ってさ、あの、友達の中で、いや、それはないだろうってファッションをしてたりするじゃない？そうすると男子とかは、え、何それ、おかしくないって言うんだけど、そうすると女子が、え、何やってんの、ひどいじゃない、ひどいじゃない、謝りなさいよみたいな感じになるんだけど、なるんだけど、その子がいなくなった途端に、あれはなかったよねっていう会話をしだすじゃん。人生の中で女子グループの中で絶対何度かそういうことあると思うんだけど、それ自分軸じゃないよねっていう感じ。ちゃんと自分で感じたこと、思ったことっていうのを、あの、相手にちゃんとギスギスじゃなくて愛を持って伝えれば、それを聞いて嫌な人はいないからね。あなたはそう思ったんだ、みたいな感じ。でも私はそれで行くますっていう場合も、お互い自分軸だしね。まあ相手が他人軸だったりすると、それ違うんじゃないって言われた途端に、あの、やめちゃったり。例えばさ、まあいたな、インスタグラム始めたんだけど、友達に、あんたインスタってのはね、もっとね、ちゃんとね、インスタ映えする写真をあげるのよみたいな感じで言われたからやめたっていう人がいるんだけど、はぁ、あげたいものあげてりゃいいんじゃねみたいなのがあるし、あとインスタを始めて、なんかお店をやった時に、最近聞いたな、インスタをやった時にフォロワー数が少なかったら恥ずかしいじゃないですか。はぁ、どういうことみたいな。みたいな。それも他人軸だよね。でもやっぱり今そうなんだよね。 YouTube もさ、クチーヌはまだ1万人じゃなくてさ、6000人、去年の12月に6000人突破して、で、6050何人まで行った後にまた減って、5950人くらいまでなって、また今年の2月の最初くらいに、木場秀俊さんがうちの動画を宣伝してくれて、また6020人だか6030人だかになったけど、また減ってきて5980何人とかになってるからね。まあ、そんな感じで、それあんまり気にしてないんだけど、なんかね、フォロワーする人とか、聞く人をチャンネル登録数で選んでる人とかっているんだってね。あの、自分がその人の話を聞いてどう思うかっていうので、チャンネルを選んでるんじゃなくて、あの、この人はチャンネル登録何万人以上のスピリチュアル YouTuber、スピリチュアル YouTuber って言って、スピリチュアルだけでもないんだけど、だからこの人の言うことは合ってるからこの人の話を聞くんだとか、さ、で、で、あの、チャンネル登録数も少ないし、再生回数も少ないし、いいねボタンが少ないし、この人が言ってることを聞くと耳が痛いからこの人は嘘を言ってるんだとか、私のことだけどね。まあ、福チーヌがこういうね、まあ、耳に痛い系の動画を上げると、やっぱね、チャンネル登録数ごそっと減っちゃうんだけど、でもその分、言ってることを理解してくれる人っていうのも一定数いるのね。で、あの、その言ってることを理解してくれる人たちと福チーヌ歩んでいきたいな。歩んでいきたいな。そうすんなってると、チャンネル登録10万人以上だと、それもできなくなってくるよね、みたいな話になる。でも、じゃあ、福知のチャンネル登録1万人目指してないの、それは目指すさ、みたいなね。ね、アンビバレント。欲望が2つあるってことよ。チャンネル登録増やしたい。でも、チャンネル登録増やすと、変なのって言っちゃあれだけど、何言ってんのみたいな感じのステレオタイプの他人軸の人たちが集まってきちゃう。そうするとこっちの言うことを理解できない人とかも来ちゃうみたいな。もう本当、
あの文章、1行以上の文章を理解できない人っていうのが、あの、福祉の時代はあんまりいなかったんだけど、今の時代、たくさんいるんだって。今の10代、20代の人だと、2行以上の文章を書かれるともう理解できないって人が本当にいるんだって。で、あの、そういう人が、さ、バーって上がると集まってきてさ、あの、まあ、お友達になったから名前出しちゃうけどさ、あの、木場秀俊さんがパッサンの頃なんかは、そういう人に、をふるいにかけるような動画をわざと作ってたりとかしたけどね。っていうのは多分、ふるいにかけるような動画を作ることはしなくて、そういう人にどうやったら伝わるんだろうかな、みたいな動画を上げて、結果的に、ふるいにかける、みたいな感じになるんだろうかな、と思う。うん。ね。昭和の歌で、こういうのがあったじゃん。Oh, Miss Brown, you, eh, 人並みを愛し。Oh, Miss Brown, you, eh, 誰かと似た身なり。意味のない流行りの言葉と歌のブルーみたいな感じで、あの、女子高生ならいいと思うんだ。自分のアイデンティティが確立されてないから、周りと一緒っていうので、アイデンティティを確立していく。それが、守りにもなるよね。他と一緒にしてれば攻撃されないじゃん。ね。でも、大人になってからも、周りの人がそうだとか、からとか、流行がこうだとか、だからじゃな、が関係なくて、自分がどう思ってるかとか、自分がどう感じてるか関係なく、それじゃあ、ねえ、っていう感じ、ですよ。ですよ、ですよ、ですよ。ですよっていう感じで。まあね、またね、福知野がこういうことを言っても、チャンネル登録1万人にも満たないし、再生回数1万人にも満たない人が何言ってんだ、みたいなことを言われちゃうんだけれども、まあ、分かってくれる人は分かってくれるってことが最近分かってきてるから。ね。あ、今コロナ禍でもうちの講座に人が来てくれてるので、ね、アフターコロナになってステレオタイプの人とか、あんまり自分で考えられない人とかが来ると、教祖様に仕立て上げられても困るしねっていう感じで、そんな感じです。以上です。最後までご視聴いただけたら、いいねボタンとチャンネル登録月に変わってよろしくねー。